皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。真田博之が主演プロデュースを務め、ハリウッドの制作人が手掛けるディズニープラススターオリジナルドラマ「将軍将軍」全10話毎週火曜に配信。の第8話「奈落の底」が4月9日に配信された。主人公・吉井虎長・真田とその中心・戸田広松・西岡徳馬による命を懸けた対話が。 視聴者を釘付けにした。以下、ネタバレを含みます。写真、まさに、魂、のこもった演技を披露した西岡徳馬。吉井トラナが、幸福、を決断。ジェームズ・クラベルのベストセラー小説を原作に、日本に漂着したイギリス人公開士ジョン・ブラックソーン、アンジンイコ,ールコズモ・ジャーヴィスの視点から吉井トラへの戦いを描くドラマ、「将軍将軍」。第8話では、イボテイ 佐伯信達、奥の栄太、野柵にはまり窮地に陥った虎長が、大坂に降伏の意を伝える展開が書かれた。大老、石堂、平武弘とつながり大老に収まった佐伯によって策を封じられてしまった虎長は、佐伯に、わしはその方に降伏し、ひいては石堂殿のご意向に従おうと、完全服従の姿勢を取った。息子、長と倉勇気、の四十九日のもが明けるのを待って、 大阪へ向かううという大阪へ行けば、待っているのは吉井や滅亡と虎長及び家臣たちの死だ。決して死んがりを見捨てるでないぞ。だが家臣の中には、虎への決定に納得できない者もいた。虎への前に集められ、降伏に同意する署名を求められると、家臣たちからも我らは敗北に向かう道を進まれるとのに従うことはできませぬ。の声が上がり始めた。 そこで口を開いたのが、虎長に長年仕えてきた家老、戸田広松だった。虎長を、我らの戦を道半ばで切り出されるおつもりか。家臣が犬死にいたすのでござりまするぞ。と、強い言葉でいさめた広松。虎への決心が変わらぬと見るや、息子、文太郎、安倍晋之助、に、決して、しんがりを見捨てるでないぞ。たとえ、 その顔自ら命を捨てになったように見えてもじゃと言い残し腹を切って果てた初回から誰よりも虎長を支えてきた広松のまさかの死だが虎長は目に涙をため体を震わせながらも広松を止めることはしなかった同じく体を震わせながら父の解釈を務める文太郎あっけに取られる藪重浅野忠信にうろたえる大海金井宏と。 視聴者からも衝撃の声が続出する想像を絶する展開だ。広松が仕向けてくれた虎への「真意は」はさらに視聴者を驚かせたのは全てが終わった後に虎長が口にした「真意」。虎長はその夜訪ねてきたマリコを「あんな騒い」に涙ながら「今日のことでやぶしげは心変わりするであろう。広松がそう仕向けてくれた。広松は 我が古き友は己の務めをよう分かっておった。我らの幸福を大阪に信じ込ませることが大事なのじゃ、と打ち明けた。まさに敵を欺くなら、まず味方から、藪重をはじめ家臣たちをも信じ込ませるため、文字通り命がけのやり取りを繰り広げた虎長と広松。想像を絶する展開に、SNS では広松殿が、広松殿、なんという最後。 噛みかえすぎて震えた何たる忠誠心広松の覚悟にしびれたといった衝撃の声が続出真田と西岡による緊迫感あふれる演技にもこれは伝説に残るシーン真田広之さん西岡徳真さんの渾身の表情声の演技盟友たちによる圧巻の演技会だったの声が上がった残すところ2話となった今作「虎への読み通り」 広松の刑をきっかけに、虎長に習って教準の姿勢を示していた矢部重は一転、安心と手を組んで戦の支度を再開。一方、大阪では落ち葉の方、二階堂文が、虎への動きを注視していた。ドラマ、将軍将軍第9話は4月16日火曜日に配信される。文イコールザテレビジョンドラマ部、西岡徳馬の徳、 は心の上に一本線が入るのが正式表記。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。